梅干し梅漬け梅干しは古くから作られている梅の実の塩漬け。日本ではおにぎりや弁当に使われる食品である。なお、塩漬けのみで日干しを行っていないものは梅漬けとも呼ばれる。非常に酸味が強く酸っぱい食品の代名詞のように扱われる。梅干しのこの酸味は主に梅自体に含まれるクエン酸に由来する。伝統的な梅干しは 長期間保存できるよう25から30%の塩分で梅を漬け込んだ漬物である。ただし、減塩志向の高まりとともに、塩分は基本的な梅干しで20%程度以下にまで下がっている。法令上は梅干しと調味梅干しに分けられる。また、一般には焼酎や酢などの分量を増やすなどの方法で漬ける際の塩分を減らしている梅干しを、 減塩梅干しという。なお、地方によって、梅ではなく、近隣種である杏図を使用する場合がある。ジャス法は、梅漬けを干したものを、梅干しとし、砂糖類、食図、梅酢、香辛料等もしくはこれらに、削り節等を加えたものにつけたものまたは、調味梅漬けを干したものを、調味梅干しと表示する、用意無付けている。なお、 梅漬けとは、梅の果実を塩漬けしたものまたはこれを梅酢もしくは、梅酢に塩水を加えたものに漬けたものである。伝統的製法伝統的製法による、梅干しの土曜干し梅干しの製造には、6月頃に収穫するこなした梅を用いる。梅を塩漬けにした後3日ほど日干しにする。これを土曜干しという。この状態のものを白干しと呼び。 これは保存性に優れており、塩分が20%前後となる。土曜干しの後本漬けしたものが伝統的な梅干しである。梅干しがしそで赤く着色されるようになったのは、江戸時代になってからとされる。市販品の中には、色素で着色したものが多い。また3年間熟成させ塩をなじませ、まろやかにした3年梅も存在する。調味梅干し市販されている梅干しは、 減塩調味を施したものが多い。減塩調味とは、白干しの梅干しを水につけて塩抜きした上で味付けをしたものである。調味梅干しの種類としては、シソの葉と共につけて赤く染め風味をつけたシソ梅、蜂蜜を加えて甘くした蜂蜜梅、昆布と共につけて味をつけた昆布梅、鰹節を加えて調味した鰹梅、黒糖と黒酢を使って漬け込んだ。 黒糖黒酢仕込みなどがある。和歌山県では、みかんや蛇腹の果汁を加えた、蜂蜜梅が販売されている。調味梅干しの漬け、原材料は、商品名に明示されたもの以外に、還元水飴、発酵調味料、タンパク化水分解物、調味料、野菜色素、ビタミン B1、酸味料、甘味料などが使用される。減塩梅干しや調味梅干しは、 塩分が少なくなることで保存性が下がるため、賞味期間が短く設定されることが多い。梅の木は中国が原産である。中国では、梅酢を作った後の梅の実を黒焼きにして、腹痛の治癒、蒸し下し、解熱、腸内の消毒の効用を目的に、奪いと呼ばれる、漢方薬として用いた。紀元前200年頃のものという馬王隊からも、 奪いが入っていたと考えられる壺が出土しており、漢方薬として中国から日本に持ち込まれた奪いによって、梅の木は日本に伝えられたと考えられている。また、クエン酸を主成分とする梅酢は、器具や人体の傷口の消毒のほか、金属の時にやハンダ付け、製銅器鉄器の酸化皮膜処理のためにも用いられた。東大寺の大仏に金を時金する際にも使われたと、 いう。梅酢は生産が登場する昭和中期まで大量に使われていた。梅干しという言葉が初めて登場するのは平安時代である。村上天皇が梅干しと昆布茶で病を治したという言い伝えが残っている。また、菅原道真が梅を読んだ短歌はよく知られ、これは釣りの時に持参する弁当に梅干しを入れていくと、 魚が釣れないという言い伝えの起源となった。戦国時代になると、梅干しは保存食としてだけではなく、傷の消毒や戦場での食中毒、伝染病の予防になくてはならないものとなった。合戦中の急速に梅干しを見ることで、唾液分泌を促進させ、一気切れつまり、脱水症状を防ぐ目的にも使われた。梅干しは戦略物資の一つとなり、武将たちは、 梅の植林を奨励した。これは現在でも梅の名所や梅干しの産地として残っている。植杉謙信は酒の魚に梅干しをよくとっていたと言われる。江戸時代になると現在の梅干しの作り方とほぼ同じ作り方が本調食感に現れる。熟しかけの梅をとって洗い、塩数錠をまぶしてに3日付け梅汁ができるのを待って火にさらす。 日暮れになれば、元のしょっつるにつけ、翌朝取り出しまた日に干す。数日このようにすれば、梅は乾き汁気はなくなり、シワがよって赤みを帯びるので当時の壺の中に保存する。生子その葉で包んだものは赤くなり沈徴されるとある。これより50年後の黒白聖味臭にも梅干しの作り方が見えるが、これも本調食感とほぼ同じである。江戸時代の銀山では、 校内に立ち込める、校人による、粉塵公害、毛えが問題であった。備中国笠岡の医師、宮太柱は、数々の毛え防止の装置を発明したが、鉄の枠に梅肉を挟み薄犬を貼った防毒マスク、覆面は、酸の効果で、校人を寄せ付けず効果が絶大だったという。これが、きっかけとなり、後年、校夫たちの家族によって、 梅しそ巻きという食品が生み出された。濃い口醤油が関東に広がるのは江戸中期以降であり、それまでは梅干しを日本酒で煮詰めた煎り酒がタレ味噌と共に調味料として広く使われていた。また、正月、節分、大晦日などに縁起が、次として昆布や梅干しにお茶を注いだ、福茶を飲む習慣が庶民に広がった。長期の保存が効くため、 前線の兵士は梅干しを傾向良食として好んで傾向した。故郷を忍ぶ味として兵士らに愛された。昭和期などは日の丸弁当は弁当の定番であった。日中戦争から大東亜戦争の時期には、高亜方向日、大正方帯日に食べることを推奨していた。現在では減塩調味を施した調味梅干しが主流となっている。各家庭で、 梅干しがつけられることは少なくなり、スーパーマーケットやコンビニエンスストアなどで手軽に手に入れられるようになった。販売されているものは食べやすいように鰹節や蜂蜜などで味付けされているものもある。和歌山県は梅干しの大生産地である。和歌山県では南部町や田辺市が主な生産地であり、これらの地で生産される南高梅と呼ばれる品種の梅を用いた梅干しは、 県の推薦有料土産品に指定されている。また、奈良県も五条市や下市町を中心に梅の栽培が盛んであり、吉野では八重桜を漬け込んだ商品も出ている。塩分の摂取量には注意した方が良いが、基本的には種を除き丸ごと食べて問題ない。日の丸弁当のように米飯のおかずとして添えられることもある。塩味が強すぎる場合は、塩抜きも行われる。 梅干しの実の部分は梅肉と呼ばれ、揚げ物に挟み込んで揚げたり和え物にしたりと様々な料理に利用される。梅肉を調味料と混ぜることで梅ソースとなり肉を野菜のソースとしても使える。かつては江戸時代にかけて梅干しを日本酒で煮詰めた煎り酒が調味料として広く使われていた。他、スナック菓子のフレーバーなどにも使われる。 日本では食品において、単純に、梅といった場合、梅干しのことを指すこともある。しそも過食。梅干しでは赤く染まった、繊維状のものがしそである。既製品では、梅干しとしそが一緒に梱包された商品もある。しそを乾燥させれば、ゆかりになる。中世の日本における、民間療法としては、米紙に紙片に貼った梅干し片を貼ると、頭痛や、 感触の予防や治療になるとされ、特にこれを貼った老婆を梅干し婆さんと呼んだ。現代でも時代劇等の劇中で老人、特に老婦人が米紙にこの紙片を貼っている光景が見られる。梅干しには次のような効能があると言われている。梅干し、栄養価の代表値実際には産地、品種、生育土壌などにより変動する。 固定日本食品標準成分表によれば、塩分は、梅干しが22.1%、調味梅干しが7.6%となっている。調味梅干しは、戦後に製造が始まり、世代によって食べ慣れた梅干しが異なる。なお、塩分が低すぎると保存性が悪くなり、カビ発生の原因になる。スーパーマーケットなどで市販されている梅干しには、消費者の思考の変化から、 調味梅干しが多い。これは、調味期間が製造後半年程度に設定されているものが多い。名称の欄に、調味梅干しと書かれていることで確認できる。伝統的製法によって作られた梅干しは、土蔵のような保管に適した環境では腐らず、100年前に作られたものでも食べられる。ただし、稀に黒色に腐ることがあり、地方によっては、 普段腐ることがない梅干しが腐るのは何らかの異変が起こる前兆であるという迷信が伝えられているところもある。現存している最古のものでは奈良県の中屋に伝わる梅干しで1576年に漬け込まれたものが良好な状態で保存されている。また、同家に同じく伝わる江戸時代の安永年間に漬けられた梅干しを試食したところ問題なく食べられたという。 保存年数が経つと、梅干しから梅漬け、ペクチンが染み出しゼリー状に固まることや、水分が飛びやすくなっている環境の場合、塩分が積出して数ミリ台の結晶になることもある。輪切りにした梅干しの種と中のひとし梅干しの種のひとしを俗に天神様という。この名は菅原道真の飛び梅伝説に由来する。ひとしには特有の香りがあって、 好んで食べる人もいる。しかし、梅の実にはもともと生産配当体である、アミグダリンという成分が含まれており、これが胃腸などで酵素によって、下水分解されると猛毒であるシアン化水素を生成する。これは特に一種の部分に多く、多量に食べると、生産中毒に陥り、最悪の場合は死に至る、可能性がある。このことから、梅は食うともかく食うな。 中に天神寝てござるという格言も存在する。ただし、漬けることでアミグダリンはほぼ消失し、食べても人体にはほとんど影響がないとされている。梅を塩漬けにした時に上がってくる強い酸味を持つ透明な液体を白梅酢という。この白梅酢を赤紫蘇と一緒に漬け込んで赤くなったものが赤梅酢である。梅酢は梅酢漬けにも利用できる。本来は 梅酢の生産も重要な目的であったが2016年現在、梅酢の大半は産業廃棄物として捨てられているとみられる。梅酢も衛生的に管理されていれば食用になる。そのまま食材として使う分には健康被害の心配は少ないものの、酵母などを含んでおり変質しやすく品質が安定しない。生成しなければそのまま製品にするのは難しい。 梅干しの表面に多数の穴を開けて水につけた後軽く茹でて塩抜きし裏ごししたものを梅干しをというふりかけの一種にしそ梅をつける際一緒にした赤じそを乾燥させて粉末状にしたゆかりがある梅ジャムと称するもののうちで梅肉を加工した製品がある幕のうち弁当の一例ご飯の上に梅干しが乗っているありがとうございます